サンジュスト・サンラン・ベールは、フランス、オーベル・ニュロー・ヌ・アルプチーキ県、ロワール県のコミューン。1973年に、サンジュスト・シュル・ロワールとサンラン・ベール・シュル・ロワールが合併して誕生した。よって、前者の住民は自らを、レ・ポンテイス、後者の住民は自らを、レ・ランバート・ワースという、グランジャン・ダム・カ流の最初のコミューンである。20世紀初頭に撮影されたサンラン・ベールの、 鉄道駅かつて、サンジュスト・サンランベールには、サンジュスト・シュルロワールアフレス輸入路線の駅があった。この路線は1955年に開始した、グランジャンダム建設で水中に沈んだ。1885年から1939年まで、サンジュスト・サンランベールの駅には、旅客列車が止まっていた。サンランベールと同様に、サンマルタン協会は1183年には、 イルバルブ修道院に依存していた。サンジュストシュル・ロワールは産業の町であった。その歴史は河川運送業、染色業、ガラス工芸、金属加工と結びついている。ロワール川のほとりに位置するサンジュストは19世紀半ばまでランベルトの出発地点であった。船は石炭やその他の物品を時には何度まで運搬していた。1937年。 レトラ集落とブリゼのホッグバックは、ブリゼのビーナスゾーンが発掘されて以降有名になった。ガロローマ時代の奥水アカムと名付けられた村を起源に、モッツサンランベールシュルロワールは、イルバルブ修道院に寄進された。修道士たちが小さな修道院を作り、その地をサンタンドレデゾルムと改名した。1三十八年、聖ラグネベルトの聖遺物がサンランベールにもたらされると、村は、 最終的に成人の名を名乗るようになり、その後重要な巡礼地となった。平野と川を見下ろす丘の上に建てられた散乱ベールは、二つの城壁に囲まれていたが、現在ではいつかの要素が残るのみである。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複文を除いたもの。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。